6434人が亡くなった阪神・淡路大震災。1996年の厚生省の調査では、震災関連死以外の5488人の8割が、建物の倒壊などによる圧死と窒息死でした。10万4000戸のうちが全壊です。1981年以前の古いお家がバタバタと壊れましたと。野村則夫さん、人と防災未来センターで2002年の開館当初からボランティアスタッフとして震災の教訓を伝えています。1981年以前のうち、地震に対してちょっと弱い作りですよということをご理解ください。1981年以前の建物は旧耐震基準で震度5程度の揺れでも生活できるように建てられていますが、震度6や7の揺れは想定して建てられていません。阪神・淡路大震災では現在の耐震基準を満たさない建物に被害が集中していました。少しでもリスクを減らすためには、家の耐震性の強化と家具の転倒防止が重要です。補強する前のお家、これだけ揺れてます。スジカ入れてみます。もうおもちゃですからすぐ効果出てきます。ガラッと揺れ方が変わってきました。1981年以前に建てられた建物は耐震診断が必要です。耐震診断は自治体による補助制度を活用して自分の家が大丈夫かどうかをチェックすることができます。阪神・淡路大震災ではタンス、本棚、仏壇、ピアノ、テレビが転倒したことによって亡くなった人もいました。家具というものが大きな地震が起こると飛び交います。場合によっては凶器になります。お休みになるところにはこういった大きな家具を置かないと。もし寝ている場所に重たい家具が倒れてきたら、まあこれだけでも、もしここでお休みだったら頭それこそ割られますよと。このバッグに柱があれば固定する、金具で固定する、紐で固定する。ところが最近のマンションなんかになりますと、そういった柱がありません。なかなかつけづらいということで、これを使うことによってこの家具を倒壊するのを防ぐことができますよということで、この突っ張り防空を置くことによって大きな地震が来ても外れないと。金具は薄い壁だと抜けてしまいます。桟という横板がある部分を見つけて固定すること。突っ張り棒は強度の高い天井で効果があります。特に日本の家屋ですね、一戸建ての普通の木造住宅であると天井が杉板で薄いやつです。もしこういうものでやってると逆に突き破る可能性があるんですよね。効果が半減します。他にもこんな方法が。夏物の衣料が入ってます。シーズンが変わると冬物が入ってます。これをこことギリギリの、これが隙間があるやつを置いたら意味がありません。落ちてきます。ギリギリのやつを置くことによって今ちょっと多少動きましたけれど効果があるんですよ。完全に防ぐことはできなくても身を守る時間を稼ぐことはできます。地震で命が助かっても家具でドアが塞がれてしまえば、その後の火事や津波の逃げ遅れにつながります。家の中の家具や家電の位置は大丈夫ですか？